なんと本日初日からご挨拶を申し上げます。はい、本日よりエンジニアを務めさせていただくことになりました。こんなに短い期間で舞台に立つのは初めてでございまして、一体どうなることかと思いましたが、このカンパニーの皆さんがですね、毎日昼夜公演があるにもかかわらず、疲れを押してですね、私の稽古に一生懸命付き合ってくださったおかげで、本日無事初日を迎えることができました。カンパニーの皆様に拍手をお願いします。行くわけでございますが、今日より明日、明日より明後日、そして千秋楽へ向けてですね、どんどんいい芝居にしていくことが、術後の内村さんの一番の特効薬だと信じて一生懸命頑張っていきたいと思っております。ですのでね、今日ご覧になって、今日は貸切でございますけれども、今日ご覧になって、ああこれは面白いぞ、もう一回見たいぞ、来ようかなと思った方はですね、この後ご友人ご親戚などをお誘いしつつ、テレビ広報に移動3度、4度、5度、そして地方公演の方までいらしていただくと、私たちも嬉しい限りでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、そしてもう一人、本日キムを務めました笹本玲奈から一言。本日はミス最後ご感激いただきありがとうございました。キム役を務めました笹本玲奈です。今日は貸切公演ということで、この作品を初めてご覧になった方もたくさんいらっしゃるのではないかなと思っています。この作品は22年前にこの帝国劇場で日本で、誕生して、そして2012年に新演出版としてまた新しく生まれ変わって、今回6年ぶりにこの帝国劇場に戻ってまいりました。市村正親さんもよく言っていたんですけれども、ミス・サイゴンは本当に帝国劇場がよく合うなっていうのをいつも毎日感じながら演じています。この作品にはたくさんのメッセージが込められていますけども、今も現在世界中で起きている戦争や紛争でたくさんの人が犠牲になっている中で、この作品を上演するのはとても大きな意味を感じていますし、少しでも多くのお客様の心に届けられるよう心を込めて毎日毎日一回一回演じていきたいなと思っています。すごく暑い日が続いていますので、美味しいものをたくさん食べて皆さんで暑い夏を乗り切りましょう